傘についての問題2つ目の動画です今度はリットルやデシリットルミリリットルを使って足し算や引き算をやっていきましょうちょっと難しく見えるかもしれないけど丁寧に考えれば大丈夫ですそれじゃあまず1番です1リットル3デシリットル足す2デシリットルは これどうやって考えたらいいかっていうとちょっと最初なので容器を書いて考えてみようかまずこっちらには1リットルと1リットルこれをいっぱい入れたら1リットルですこうしようかここら辺まで入れたら1リットルねいっぱい入っていますそして3デシリットルなので1リットルの目盛りの3つ分でね これぐらいがありました。これに2デシリットルを足しました。まあこれぐらいやったとしようか。そしたらいくらになりますかってことなのでこっちらにはもうこれ以上入れられへんよね。そんなことをしても分かりにくいよねそんなことしても。なのでこっちらの容器に2デシリットルを入れましょう。そうするとこんな感じやね。 じゃあこれを合わせて何リットル何デシリットルになりますかって言われたら1リットルと2と3を足して5やねなので答えは1リットル5デシリットルになりますそんなに難しくないよねなのでこの傘についての足し算引き算の時もリットルはリットル同士 は同士で足しし算算や引き算をしてください。今の問題はリットルはなかったけどね分けて考えたらいいんですそれじゃあ今度2番 2L5dL+1L5dL はになっていますなのでリットルと dL 分けて考えましょう 2リットルと1リットル、そして5デシリットルと5デシリットルです。どうなるかというと、2リットルと1リットルで3リットルやね。2たす1で。5デシリットルたす5デシリットルで5たす5やから10デシリットルやね。まあこれでも完全間違いではないんやけど。 どうしたらいいやろ。これまだもうちょっと変えた方がいいです。10デシリットルってことはこれは1リットルになるんやね。これパッと気づけるようになろう。10デシリットルは1リットルなのでそしたら3リットルとここに1リットル出来上がったのでんやから全部で3と1で4やね。なので答えは 4リットルとして,あげてください。足し算の繰り上がりみたいな感じです。デシリットルが10個集まって10デシリットルになったら1リットルになるのでこっちらのリットルと合わせてあげましょう。答えは4リットルになります。それじゃあ次の3番。3リットル2デシリットル -4 デシリットルは 引き算になっているけどリットルはリットル同士デシリットルはデシリットル同士で計算してくださいけどこの問題2デシリットル引く4デシリットルってできないんやねこういうのあったよねそう繰り下がりの引き算ですなので今度はさっきとは逆に3リットルって 2リットルと1リットルに分けれるよねそのまんまですそしてこの1リットルっていうのは10デシリットルなのでこれをこっちに貸してあげようかそうするとこっちは10と2で12デシリットルになるよねそして12から4引いたらいいので10引く4は 8です8やね、リットルになります。こっちはねえそしてリットルの方は1リットルこっちに貸してあげたので2リットルしか残ってないよねなのでこうなりますちょっと難しかったかな2リットル8デシリットルこれが答えになりますこういう風にデシリットルあれ引けへんなっていう時は1リットル このリットルの方から1リットルを崩してあげて引き算してください。1リットルは10デシリットルやから12にして4引いてあげてな。なので8デシリットルになりました。そしたら次は4番です。これは簡単やね。500ml=100ml はジュース 500ml 買ってきて100飲みましたって言われたら。 これミリリットルそのままひき算してあげたらいいです。500から100を引くので100は4つになるから400へね答えは4 0 0ミリリットルになりますこのよとこういうふうにしてねえかさでもリットルでもデシリットルでもミリリットルでも足し算や引き算をやっていくことができるんです。